はい、皆さんこんこにちは、えー、まずは2017年度行政処置本試験ですね、本当にどうもお疲れ様でした。 私の方もですね、実はこの1週間のところで、まあ、東京、名古屋、大阪というふうなところで、えー、本試験の分析会これを担当させていただいたいんですが、まあ、その分析会の中で本当に様々なですね悩みこれをご相談いただきまして、まあ、ちょっとですね思ったことがありますので、ちょっと今回ですねの立場に少しですね今置かれている立場に分けてですね今後のお話これをしていきたいというふうに思います。もう共通の悩みとしてあったのが合格発表までまあ、どういうふうにすご 過ごしていけばいいんですかっていうそういう悩みだったんですよねちょっとここについてあの立場に分けてですねお話をしていきたいというふうに思いますまず、えー、今年の本試験ですね、まあ、ちょっと失敗してしまったなという方に向けてということになりますまずですね失敗してしまうなってくるとどうしてもこう悔しい 頑張っていくぞという,ふうな気持ちが出てくるという,ふうな方が多かったのでいきなりこう勉強を始めてしまうという,ふうな方がいらっしゃるんですが大切なことはやみくもに勉強を始めないというところでありますいきなり勉強を始め,ても始めてもいいことはありませんのでまずはやみくもに勉強を始めないで,です、ね、必ず分析会これを聞いていただきたいというふうに思いますでこの分析会を、ね、聞いていただければ合格ラインに入るためには、まあ、どういう問題を取っておけばよかったのか。 というところが非常によ自分がですねその取ればよかった問題取るべきだった問題というふうなところ取れていないまずここを把握していくわけですねでそこはどうやったら取れたのかどういうふうな勉強をしていたら取れたのか、まあ、こういうところをですね必ず把握していてほしいというふうなところです今のように取るべき問題がどこだったのかそれはどうやれば取れたのかこういうところについてまずは本気で考える いうところであります。これが何よりも大事になってくるんだというところであります。まあどうしてもですね、あの本試験の問題を見るっていうのは悔しい気持ちがまた出てくるし、思い出したくもないというふうな方もいらっしゃるかなというふうに思いますが、来年度に向けて勉強するときにはこの分析をしっかりするということが何よりも大事になっていきます。しかも。 本試験での考え方であったり、その時に思ったことっていうのは、どん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 忘れていってしまいますから、ここについてはとにかく早くですね、えー、分析をしていただいて、反省をしていただいてですね、次に向けてですね、スタートを切っていただきたい、そういうふうに思います。それから、合格ですね、おそらくはしているんじゃないかというふうに思われる方。 択一だけで180点、まあ、それに準ずる数字ですね、ここまで持ってきたというふうな方、この方はどうしていけばいいかというところでありますが、ま,あ、まずはですね、頑張ったというふうなところ、自分をですね、褒めてあげてほしいというふうに思います。択一だけで180、そこに近い数字、ここに持ってこれたというのは本当にすごいことなんですよね。なので、まずは自分を褒めてあげるということは何よりも大事だというふうに思います。 でこのくらいの点数を取っていく方、ですね合格者の方はどういうふうなことをしていたかというところでありますが、やはりですね情報収集、これをされている方が本当に多いです、実はですねこの合格発表までの時期というのは比較的情報収集が非常にしやすいという形になっています。 例えば実務講座なんかのガイダンスなんかがあったりしますしあとはネクストライセンスとして司法書士なんかを目指している方なんかも結構多いんですねなのでそんな方に向けての講座ガイダンスなんかもあったりしますなのでまずはそういうですねガイダンス等とあとは公開講座なんかに参加してみるこれは非常におすすめであります そんな中でですね自分がやりたいというふうなところがこうもやもやっとしていたものこれが、ですねあこれ聞いてみたらますますやりたくなったということもあるでしょうし、まあ、何やりたいかというのは特に決まってないんだよなという方についてもそういう公開講座であったりガイダンスなんかを聞く中であこれやりたいなというふうに思う方もいらっしゃいます。 なので、まあ、どうしようかなとうう悩んでいる方も多いと思うんですが、まずはそういうふうなところをちょこ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 聞いてみていただく、ないしは参加してみていただく、そんな中で自分が合格後、どういうことをしていきたいのか、こんなことを見つめていただくのは非常にいいことだというふうふに思います。また、 糸藤塾の場合だと実務講座であったり司法書士の講座なんかについてはですね一部もう配信がスタートしているものもあったりしますのでこれだというふうに決まった場合にはすぐにスタートを切れるという,ふうなメリットもありますのでこのあたりを検討してみていただいてもいいのかもしれません、えー、最後にですねどちらとも言えないという方に向けてであります記述式次第というところですよね やはりここは苦しいところだと思います、あとは記述式の採点次第なんだよなというふうなところについては今、本当にです、ね、どっちなんだというふうなところ、本当に1時間ごとに気持ちが揺れる、そんなです、ね、日々を送っているんじゃないかなというふうに思いますが、この方はです、ね、まずはゆっくり休むことであります。まずははゆっっくり休休むむこここととでですねただここで言っている休むといるうのは 合格発表までずっと休み続けるということではありませんあくまでも今後の永期これを養うための休む休息そういうことだというふうに思ってほしいというふうに思いますもうこれは理由は一つですもったいないからですどちらとも言えないというふうな方記述式の採点次第だという方についてはなんでこんなことになってしまったんだもっとやりようがあったんじゃないかそういうふうに自分を責めてしまいがちでありますがそんなことはないです この試験において記述式の採点次第で合格できるというところまで来たっていうのは本当に素晴らしいことだと思います。本当に頑張ってきたんだと思いますし、その結果まで持ってきたのは皆さんがここまで頑張ってきた本当にたゆまない努力の証なんです、ここは。それをですね、まずは認めてあげることです。頑張ってきたんだと。そんな結果に終わったんだではないです。頑張ってきたんだ。努力をしてきたんだ。頑張ったじゃないか、自分。いうふうなところを本当に認めてあげること。 これがまずは大事ですそう思いながらまずはゆっくり休むというところなんですねたださっき言った通り今のような力を身につけたのはやはり頑張ってきたからたゆまない努力をしてきたからその証だからなんです合格発表の2ヶ月でこれをやはり失ってしまうという,ふうのは非常にもったいないというふうに僕自身は本当に思うわけですなので少し休んだら気力が少しでも復活してきたら 先ほど少しお話しましたが、講座ガイダンスであったり、公開講座であったり、いろんなものがあります。そういうものっていうのを少し聞いてみたりする。少しですね、テキストを開けてみる。そんな程度で構わないです。少しずつでもいいから動いてみる。これが何よりも大事になっていきます。自分をまずは認めてあげた上で、少し休む。そのの上でこの 頑張ってきた時間をですね、風化させないためにもですね、少しでもいいから動いてみる。そんな形で過ごしてみていただくといいんじゃないかなというふうに思います。どんな立場にとってみても悩みってものはあります。なので、伊藤塾では講師の方でカウンセリングというふうなものを適宜実施しております。詳しくはホームページですね、こちらを見てみてください。悩んでいる方、まずはカウンセリング予約しましょう。予約していただいて、どんな悩みがあるのか一緒に聞きましょう。 そして一緒に悩んでどういうふうにやっていくのが自分の中でベストなのかということを一緒に探してみませんかというところでありますどんな立場の方にとっても,もう合格発表まではあと2か月短いようで長い期間でありますここでどんな期間どんなことをしていったのか本当にです、ね、その過ごし方によって今後大きな差これが生まれていきますぜひです、ね、悔いのない2か月間これを送ってほしいと私は切に願っております では終わります。